クライスラー300回フォードサンダーバードダッチ、チャレンジャーフルサイズとは、自動車の大きさの概念。大きさは、時代とともに変化しており、2000年代に入ると、ラージカーと言い換えられる場合が増えている。日本語では特に、乗用車、バン、ピックアップトラック、スポーツユーティリティビークルのうち、大型のアメリカ車を就職する場合に用いられることが、多く、本校で記述する。 第二次世界大戦後のアメリカ合衆国国民の消費は極めて旺盛であり、工業生産全般において供給と需要が拡大した。自動車の分野でもこうした傾向が見られ年々、ボディサイズが大型化し、1950年代から1970年代の前半にかけて、全長5.5メートル、ホイールベース3メートルを超えるような乗用車も、 次々と出現した。1960年代に各メーカーが一回り小さいミッドサイズの販売を開始して以来次第に最大サイズの車種は相対的にフルサイズと呼ばれるようになった。この時代のフルサイズカーは5リッターを超える大排気量エンジンを収めても空間に余裕があるほどの長大なボンネットや必要のないほど肥大化したテールフィンなど 機能を離れて、芸術的な造形に傾注していたことが特徴である。オイルショック以前のアメリカは、ガソリン価格が非常に安価であったことに加え、欧州のような、狭い石畳の街並みや、悪化する、環境問題などが敬遠されて、郊外化が加速した、ため、大廃気量かつワイドボディの車は、アメリカ社会に適合する形態であった。 このため、高級車ばかりではなく、ティーンエイジャーが乗り回す大衆車にまで、フルサイズ化が及んだ。対照的に当時の欧州では、潜在復興の遅れや、国土の狭さなどが、手伝い、アメリカのようにのホー図に、ボディサイズが、肥大化することはなく、バブルカーに始まり、小型車を中心に発展を続けた。また、自動車産業の洋卵期にあった日本でも、 その道路事情の悪さから欧州以上に小型車の開発が進み輸出比率の高まりとともに品質が急速に向上し国際市場での競争力を高めつつあったが大型乗用車が輸出されることは稀であったソビエト連邦や中華人民共和国などの共産圏での大型車は共産党幹部用に動く少数が生産されたのみであり アメリカのように様々な車種が生まれることはなかった。フルサイズカーに転機が訪れたのは1973年、1978年の2度に渡るオイルショックである。ガソリン価格が高騰すると消費者の思考は小型で燃費の良いドイツ車や日本車に流れ、フルサイズカーの市場はた叩く間に縮小した。存続したフルサイズカーも 燃費がほどほどで使い勝手の良いミッドサイズへとダウンサイジングを余儀なくされた。GMC シエラ1980年代初頭、アメリカのビッグ3は日本車の品質向上と輸出構成により冬の時代を迎えたが、1980年代後半からアメリカ経済が落ち着きを取り戻したこと、車の品質が向上したことなどから、 アメリカの消費者の思考は再び大型車、フルサイズカーに向かった。きっかけは、1984年に発売された、プリマス・ボイジャーに代表されるミニバンである。ドイツ車や日本車にはない、多人数が、ゆったりと移動できる大型の車体は、好評を得た。若者の思考も次第に、大型のスポーツユーティリティビークルや、ピックアップトラックに移った。これらの車種は、 自動車会社の利益率が高かったため、積極的な商品開発が行われ売れ行きも加速。アメリカの自動車業界を立ち直らせる原動力となった。日本のメーカーもフルサイズ戦略者としてトヨタ自動車がタンドラなどを投入するようになった。この時代のフルサイズカーの特徴は、1960年代の車種と比べ派手な装飾が控えられていることである。しかし、 通勤、通学、買い物、旅行用途には通例使用しない悪路に対する走破性能、滅多に荷物を乗せない、カーゴスペースなど、無駄を楽しむ余地は細分化して残されている。リンカーアンタウンカーダッジグランドキャラバン1999年以降の原油価格の高騰や2000年代初頭から高まった地球温暖化対策への配慮や2001年秋の アメリカ同時多発テロ事件後の消費者の買い控えなどからフルサイズカーへの人気は徐々に衰退傾向を示した。2003年頃から活発になったインセンティブの乱発により販売合戦により利益率も低下し徐々に経営の足を引っ張るようになる。追い打ちをかけるように2007年に入ると原油価格が高騰。フルサイズカーを取り巻く環境は かつてのオイルショック時と同じ状態となった。2008年現在、アメリカ国内に展開する主要メーカーは、販売不振からフルサイズカーの車種の整理縮小を打ち出しており、再び冬の時代が訪れている。しかし、米国では燃料代の上下で小型車と大型車の人気が交互に訪れており、大型車を体験した消費者は、 小型車で満足することはできないという説もある。第一次石油機記事には、大型セダンがサイズダウンされたが、その後、大型 SUV に乗り換えただけで、大型車への思考自体は決して衰えていない。カフェ燃費規制が SUV をライトトラックに区分しており、規制が緩く大型大排気量の車種を販売しやすいことも原因として考えられる。実際に、 2008年8月から同年末にかけてガソリン価格が下落した際には同年5月には56%あった前車種中におけるトラックを除く乗用車の売上割合が同年12月には47%に低下しておりガソリン価格の下落によって再びピックアップトラックや SUV などの販売比率が上がっていることがわかるかつてはシボレー・カプリス インパラ、フォードクラウンビクトリアなどのフルサイズモデルが全米の乗用車最多販売車種であったが、2000年代にはシボレーマリブ、トヨタカムリ、ホンダシビックなどコンパクトな車が最多販売車種となっている。しかし、乗用車に限定せず総合の売り上げで見た場合は、以前としてフルサイズピックアップトラックのフォード F シリーズや、 シボレンシルバラードが全米で最も売れている車種である。そして2011年にフォードがフルサイズ世代を代表する車種として長く親しまれてきたフォードクラウンビクトリア、マーキュリーグランドマーキー、リンカーンタウンカーを生産していたカナダオンタリオ州のセントトーマス工場を閉鎖することとなり、これら3車種が相次いで生産終了となり、直系の後継車はなく、 市場から、フルサイズ乗用車が消えた。コンシューマーガイド、カードライバー、ヘルツなど欧州で、ディーゼル車離れの傾向、目立つ小型車でのシェア縮小、フォーブスジャパン、キャデラックシティ6市場、アメリカンも、ついにここまで来たか、中村隆人レスポンス。トヨタ4社、スバル2社、コンシューマーレポートが選ぶ10ベストカー、2019年版。 ビジネスインサイダージャパン、トヨタセンチュリーや日産、プレジデントは、日本の事情に合わせた、ショーファードリブンカーであり、一般向けの商品とは言い難い。ローアガスプライセスセンドバイヤーズアフタービッグ、カーズアゲイン、USA トゥデイオートセールズ。ありがとうございます。